指定席、三日の小席です。枝館跡。平成12年11月1日指定。枝館跡は、ソニ町館跡とともに、太田市の中世平城の広城の代表的な遺構で、地元で堀の内と呼ばれる本丸跡は、東と西の両面に檻を持ち、東西約80メートル、南北約100メートルの土塁と堀を巡らしています。小口、出入り口は、南西面と東面にあり、土橋となっています。外郭には本丸の西と南を鍵型に囲んで二の丸があり、あります。本丸から、北東に向かって黒沢屋敷、ケロ屋敷、柿沼屋敷と呼ばれる屋敷跡があり、土塁と堀の一部が残っています。枝館は枝幸吉の館跡と伝えられています。義行は新田義重の子、義末の4世の孫で、新田義貞の鎌倉北条氏討伐に参加し、極楽寺坂口の大将として軍功を立てました。西国を転戦後、備後国広島県で農業を営み、以後足利氏の目を忍び、9代にわたり姓を森下に改めていましたが、10代目の大膳が文徳年間1593年頃、祖先のこの地に移転してきたと言われています。戦国時代には反町館跡とともに金山城の出城として改修され、金山城主由良氏の四天王の一人、柳井四郎左衛門の居城となりました。天正年間には小田原北条勢が、金山城攻略に先立ってこの出城を奪い、金山城攻撃の拠点としました。その後、北条氏滅亡、天正18年1590年とともに廃城となりました。本丸中央の土塁の中には義弟様といわれる石宮があります。枝氏子孫が義貞、幸吉を合祀し氏神としたもので、明治6年1873年、新田氏一族松江たちが太田金山山頂にこれを祀り、社殿を造営して新田神社としました。地域住民が先祖の地として館跡の保存に協力してきたため、中世豪族の館跡として規模、構造ともに原型をよく残しています。土塁が、堀のね、内側にあるんですね。今現在いるのはここだと思いますね。こう渡って、館になります。そしてね、こちらが今ここにいて、土橋を渡ってこういう感じ。空堀ではなく水があったんでしょうね。日清遺跡、新田の小遺跡、枝館跡。確かにね、堀、このようにあります。広いですよね。館跡。土塁もね、ちゃんと、残っていますね。
農用な場所がね、枝館跡です。先ほどのね撮影ポイントはここの真正面です。まあ今ね土塁の上をずーっとまあ歩いてきました。いやまあこういったねまあ今はね空振りになっちゃったけど、当時はねここは北西の隅になるのかな。こういった祠がございました。あとね残りもうここ突っ切って帰ってもいいんですけどまあそんなわけにもいかないんで、まあ歩いていきましょうか。先ほどのね撮影スポットの、まあ、祠のある、まあ、北西隅がそちらです。ずーっと、まあ、北側を歩いてきましたよ。まあこのような堀ずいぶん土塁って高く積むんだね。まあこういったね木陰にはね、まあ、風が吹くと涼しいんですね。まあその代わりねまあやぶかがまあ待ってるんですけど、じゃあねもう一踏ん張り、もうね出口はそこあちらですから。はい、先ほどのね撮影スポットはまあこの先です。もうねまあこういったこれ、ユリなのかな？もうだいぶ。まあ、こういった時にはね、夏草や、つわものどもが夢の跡。やっぱりこういった枠がね、読みたくなるわけですけど。すーごそれではねこちらの新田の小遺跡枝館跡お送りしました。ご視聴ありがとうございました。